エレキ行ってる、これは熱い。右でキルしてね。左、ああ左だよ、左だよ、はい、降りた。いいよ、あれすごい、行った、お、見つけた、頑張れ、させ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 。はい、来たハイブリさんとこの間勝ったばっかりだから、ちょっと継続して頑張りたいぞ。エンジン湧き、やってから、ん、ナイスナイスナイス。何をやってくれるの。え、でもキルするから俺は。ああ、あナイツしてんの。アルモのスキン初めて見たな。なんだこれ。あ、インタビュアーです。インタビュアー、インタビュアー。あなたは神ですか。怖っ。宗教系だったか。エンジンはきナイス、ナイス、ヘイ、ナイス。いいね。うむけんさんって、あ、ごめんなさい。うむけんさん初手どこ分けでした？やめてやめて。慎太郎さん、はい。その質問は僕は半年前に卒業しますよ。はい。どういうことどういうことどういうこと。貨物脇です。いや、僕逆にうむけんさん白いと思ってます。ああ、よかった。ありがとうございます。2ターン目にエンジンの給油タスクのあれをやってたんで、なんかフェイクタスクだったらあんまりやんないのかなっていう。あ、だとしたらまあ下手くそ、うん、で、そうそうそう。言い方が悪い。あの給油し終わってボタンだったんで、ハイブリさんの内防は僕結構でかかったと思うんで、あ、アドミンぶっ壊しました。いやー、ビビった。今さ、コミの中に誰か入ったからさ、ダウンロードだなと思って殺しに行こうと思ったらめっちゃ周り来ちゃって、しかも僕ダウンロードやってたからさ、時間的にダウンロードやってる割には早かったから、これワンチャンやばいかなと思ったけど、なんとかなったね。13秒までだね。メイヤさん超直近、2秒前にデッドがつきました。停電終了後11秒後ですね。メイヤさん多分キッチンか武器庫です。武器武器武器、絶対武器です。で、あと高田さんをキッチンで見ました。うん、あ、まあ、はい、アルマと最後梅剣と、梅剣だよね、エレキから来た、はい、多分梅剣さんだと思います。アルマ、梅剣、高田がセクです。直近だった場合は、鬼木ミーティング、アーカイブもなんか誰か通ったのを見てます。で、ある梅タカがセキュなんで無理。カメラ見てます。アーカイブ通ったのはハイブリです、うん、貨物で停電直してますが勝ち合ってます、うん、多分そんな登場人物多くなくても大丈夫だと思うんです。多分高田さんぐらいしかキルできないと思うんで。じゃあ、あ、直近じゃないってこと。え、直近、直近だから。ああ、じゃあ直近だったらもう無理だと思いますよ。直近だったら、うん、アルメタカ3人がいる。え、なんで。いや、ね、正解です。俺ら高田さんは僕はできるかなと思ってて。直近だったら、え、どのぐらいですか、計算の直近って。ボタン入る2秒前に。デッド、2秒前。そう、ボタン入る2秒前だったら絶対無理で、メイヤさん2秒前、4秒前かな。あ、どっちだろう。4秒前でも無理。あ、多分2秒前、多分2秒前。メイヤさんってどっちかのどこにいたんでしたっけ。あ、ごめんなさいね。俺でいいです。俺とケイさんとローラーしてもらえば、はい、あの、ケイさんキッチンに置いてるんで、100ケイさんだから。あ、僕も高田さんキッチンに置いてるので。俺から釣りでもいいですよ、正直。おう、え、いや、こういうことで釣られないと思うから。性格悪いな。計算から釣ります。じゃあ高田さん入れるか。じゃあ僕から釣る。じゃあ僕から釣りでいいっすよ。でも今回アドミン減ってるから計算多分白いんだよな。誰や3人入れた人。うん、イビルが見たじゃないってだけ。なんで来ますよ。なんでこんな。3人の自投票も追えないからなんで。やばい、これは計算絶対マットだ。殺さなきゃ。これ僕が釣りやると終わり。高田さんがキルできないって感じだったら、
あれ何これまあ左ボタン前ですね。あ、ボタン前じゃない、左のリアクター直す前です。あ、ボタン前って、そう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 、リアクター直すあれの前で、アルブリでアーカイブからリアクターになった瞬間右に行ったじゃないですか。あの時に左が稼働中になってたんですよ、僕が先に開いたんですけど。で、稼働中だったのにボタンが押されずに、もう左が稼働しなくなったから絶対左で死んでると思ってぐるーって回って発見。あ、そういうことだったの。俺ずっと一人で打ってたんだけど、僕全員見ました。だって僕上から見てて、アルマ君、翔平さん、ハイブリさんが3人下に降りて直してて、だからベントまず完全否定できます、リアクターの、で、アルマ君と翔平さんが抜けていった後にプテさんが来ました。そう、プテさんはねメインですれ違ってるからクソ怪しい。プテさんが来てもど、アーカイブ戻った後、慎太郎さんが来ました。で、慎太郎さんが下見て戻った後に武雄さんが最後来ましたっていう実感。ネロちゃん死んでる。そうだからマットさんが回る。ああ確かに。あ、本当だ。あれ、ね、僕は一応セキュリティの方面から行ってて、まあシャワーで武雄さんを見て、その後に何だっけ、アーカイブぐらいであるなんちゃらを見て、で僕もハイブリさんと一緒に右で直してました。あの初手キルって新様翔平さんプテさんって白取れる人います？ね、初手キル誰だ、名屋さん、キッチンら辺で死んでるっていう予想の。だからね、計算がマットで、高さん白だから。僕は無理、浮いてる。僕はエレキで浮いてる最終が。翔平さんは俺どこにいたっけ、覚えてない。翔平さんがバイタル見てるの僕見てます。あ、そうだ、バイタルだ。あ、そうの、俺がバイタル見た。僕も浮いちゃってるから。じゃあまあ、1キル目とこ見てほぼプテさんだと思うけどな。今回のキルの時、その左側が稼働しなくなってぐるって回ってる時にメインの真ん中から右に来るプテさんと性違ってるから、はいはい、多分ってなると、ボタン待機してたのが翔平さんなのこれ。いや違う違う違う、翔平さんはさっきも言ったけど右で一緒に直してて、ボタン待機してる人とかいなかった、いない、いないんじゃない、だって梅健さんが右側で全員一緒にしてるから。アルマ翔平ですとか、アルマ翔平とすれ違って武雄さんシャワーにいて、慎太郎さん最初エレキにいましたよね。慎太郎くらいか、初手キルですか。あ違 う、ね、今のキル、今のキルの時エレキにいましたよ。今の時は初手エレキで、そっからぐるっと診察貨物って右回りで最後昇降機右。あ、じゃあ慎太郎くらいだね今回僕の対抗になるのは。じゃあ慎太郎と配置して、慎太郎とローラーしてほしい。まああのマットが落ちてるんで、お願いします。ほう、うん、あ、配置お願いします。じゃあ右行きます。右行きます。左行くか全然配置しねえのいやこれこれ決め打ちレベルで全然配置の話をしてくる。いや悲しいよな。でもこれ結構やばかったよ僕。なんかあのKさんから釣られて、Kさん絶対巨人やんってなったからあー僕まで届くと思ってキルしなきゃと思ったら意外と50秒ぐらいあったキルクールあともうちょっと溜まってたわあれ全然配置してくれてるのめちゃおもろかったわよ。誰もローラーする気がないという、うん、気持ち程度に右行きまーす。あ、じゃあボタン押すんだ。ナイス。はい。お客さんボタンは押さないんだ。あ、ボタンな、ナイスナイス。あ、そっかそっか。まあ任せますね、これは。要するに、全キルプテハシさんが僕がやってるって視点だから。シン様がキルしていた場合は、僕がメインの左側に行っていて、プテさんがシャワーにいるときに間を縫ってキルして、ベントでね。で、帰ってきてってなるんですけど、それだと、その左側稼働のあれが合わないから、ほぼプテさんだと思う。うん、なるほど。一番最初に左側が稼働してるのを見て、打ち込んでいて、左側がもう途中で動かなくなったって感じだったんで。うん、アルマ翔平は一緒に発見っていう感じ？一緒に発見です。そうっすね。あ、ほう、記憶。うん。まあ、であれば決めてほしい。アルマ慎太郎に陣が終わらない限りは。ね、でしかもこれね、僕目線ではアルマ君が白いぐらいの印象しかないんで、全キルプテアさんと思うから道連れ込みでね。うん、翔平アルマがさっきのやつにインポスターでつながってた場合って、多分高田さんが直せちゃうんですよね、左のボタンを、リアクターを。頑張れー。んうん、おう、これ全然チャンスあるね。いやまあだから多分もう一人のインポスターはキルしてないと思うんで、多分
要素がない。絞れない。そう。要素なさそうですよね。だから、プテハスさんを一番最初に怪しんだ有馬くんが、僕目線できり弾けるかなぐらいです、うん。そもそもさっきのスキップ票出てないし。うん、まあ、もかさんはそこはスキップに入れるんですけど、まあ、疑念が晴れない人は。いや、無理か。ダメか。ああ、いいのか。別にマットが死んでるから。そうですね。捉えてもいいけどって感じ。プテさんで落ちてない場合は、その2インポスター残ってるから無理だよねっていう話だから、ね。まあ、もう、2落ちてる進行で。え、その場合誰もその場合わかんない。いや、わかんない。なさそうな議論だけど。うん、で、全キルプテアスさん絡めちゃったから、その2キル、2キル1道ずれもあったらって。そうだよな。詰めようがないと思う。ないから分かんないですね。うん。アルマくんの印象がいいから、慎太郎くんどこよりアルシンの二郎が否定できそうやなって感じになるよね。アルマくんだけ白い感じがする。うん。ただそれ以外誰でも一応僕とプテアスさんの二郎も否定できないと思うんで、さっきの僕への投票が多分出ないけど、うん、まあ自投票があるだろうっていう主張になるから、うん、って感じ。でこの票も出ないと。梅剣入れました。あ、もう一応入れた。え、なんか3人いると、あ、2人か。うん。いや、あるある。これはあるね。さあ、頑張ってくれー。頑張れ、頑張れ。こっから勝ったらすごいな。高尾さんって最初のさ、僕キルされた時って、プテさんがキッチンにいるの見えなかったんですか？あ、見えてないわ。ケイさんだけ見えてて、とりあえずケイさん来ればいいや。いや、僕、自分の位置言っちゃったから、一回。確かにね。死人出してますもんね、プテさんから、うん、俺の死人出したからチョッキンって言って、ああでもだんまりしました。Kさんが守ってくれそうだったから老人目線はもうあの弁当出てくるところ見えちゃってたんで、うわー、あ、武器庫ですね、普通にプテに殺された。高田さんバーガー開いてるときに殺そうと思ったら、うん、ちょうどいい感じに移動しちゃったから、ああ行かないでってやったら2人ぐらい来ちゃったので目開け、そう、なんかタスクさえ終わんなければ6人1インポって結構インポスターいいかなと思うんですけどね。死人がほとんど出ないんで、いや、ワンチャンあると思いますよ。全然、うん、まさにタスクでも2分やで、死人がない最速で早いっすかね。そんな終わり、終わるっていうか、シャワーで死亡、お、死んでる、アルマくん。シャワーで死亡、死んでるとしんどいね。これアルマと誰だろう。だったらブリさん、はい、ブリさん、あ、でも時間経ってる。ワンキルずつなら勝てそうだけど、さあ見つからない。いや、これボタン待機はしなくていいぞ。もう1キルけ。なんならもう竹尾さん見つけるか。あ、見つけない。うわ、2キル入りそう。あ、こんなバレバレなとこで見つかんないのか。ワンチャン、ワンチャン狙ってる、ワンチャン狙ってる。2キル目いった、2キル目いった。ボタンで消すか。いや、ここでボタンもったいないでしょ。あ、うわお、わわお、ミーティングです。これ奥にもう一個あったんかな。奥はね、俺がいるから違う。 え、ミーティングのどこ。ミーティングの手前側。え、奥にハイブリさんがいる。一応俺は奥にいる。ボタン押そうと思って停電直るの待ってたんやけど、ボタン押そうとしたら俺初手ボタン押してて、なんでタスク優先で奥に行きました。見つけたの慎太郎さんっすよね、死体、うん、あれ、ミーティングにはしごハイブリさんと一緒に登った人って誰ですか。じゃあそれが慎太郎かな。停電中やったし分からへん。慎太郎さん、俺視点は俺単独で上がってます。あの、梅健さんって手で直した？僕直した。右にヌー使っていって直した。じゃあ僕、梅健さんを弾こうと思っていて、僕、あの、なんだっけな、2キルされる前にちょっとバイタルちょっと見てて、結構この2キル、はいはい、2キル目がかなり直近のキルだと思うんですよ。だから、うん、梅健さんを弾くとやっぱハイブリさんになるかな。翔平さんどこに？僕はね、今後半の方の話をすると、ミーティング上がった時ぐらいに停電が起きて、ミーティングのタスクを4つやって引き返して、ミーティング降りる時にハイブリさんと誰かがはしごを登ったのが見えて、で、その後に僕は金庫に行ってるんですけど、金庫に行く時に宿舎前で黄緑色っぽい人の姿を見て、僕はマネキンダウンロードで、今ルビー磨いてる途中で発見です。これの時系列言うと、どこやったっけな、
途中から忘れたけど、メインホールぐらいで慎太郎くんがあったかどうか分からへんけど、なんか停電になって、そこからミーティング上がって、で、ボタン待機してたけど、停電が直らず、直った時にはボタンがなかったことを思い出して、うん、で、そこから奥のタスクって感じの時系です。はい、1分で終わりますか？終わります。いやー、多分終わる。終わるけどね、脇1によるけど、左で分ければ終わるはず。なんか翔平さんの方が怪しいかなと思っちゃうな。緊張してそこの優劣つけられないんですよ、ね。正直ね、俺もね、場所が。一応、俺は。わからないならスキップでもいいと思うけど、うん、ハイブリさんなのかな、俺はほぼほぼ翔平だと思っているので、翔平には入れておくけど。ナイスだ、確か閉まってたんで、僕が入るときに。翔平さんが開けて入ったのが。ああ、どっちだったかな。あ、最後閉めたの聞いたか。ナイス耐え。いいぞいいぞ。耐えた耐えた。今日いいね。いいっすね。いいゲーム。どうなる？タスクガチいけるのかこれ。タスク終わんなそうだけどね。終わんなそうな気するんだよな。だから対決を受けるんじゃない？ハイブリさん頼むよ。早かったはず。いや全然インポスターの方が有利だと思うな。うん。さあ4人番目はマジ死体見つけられないから。さあ、リアカー。こっちへ行くか。おっと、エレキ。エレキってこれは熱い。できるしてね、そうそうそう。コビサも鳴らして飛び出す。ああ、左だよ。左だよ。ハイブリさん。ハイブリさん、席の方にアップロードだよ。いいよ。おい、すごい。行った。お見つけた、素晴らしい。はい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 、はい。これを殺す。さあ、あるある。熱い熱い熱い。ある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 。頑張れ。さあ喜びしちゃった。盛り上がりだ。アクションゲー苦手やなって思いながらやってたもん。いやでもあとちょっとでしたね。惜しかった。いや惜しかったな。早いの。ね、いやこれちょっとタスクやっぱ少ないですかね。いやこれ絶妙じゃないですか。今アピールが絶妙だと思う。これ確かに絶妙だですからね。いやまあ計算が人外だから。そっか、確かに。あ、大事なところ全部僕人外や。いやー、剣士から吸いたかったな。マジ惜しかった今の。俺から取ってもいいよとか言うんじゃねえよって。めっちゃ面白い。あれは強い。梅剣君の投票が絶対入らないから。絶対計算に入れてます。僕ね、高田さんにあれ入れたんですけど、高田さんあれ、いやだいぶ前にセキュリティ抜けたじゃないですか。セキュリティ抜けてキッチン行きましたよね。で最後セキュリティタスクしてたから、なんでセキュリティタスク最初にやってキッチンに行かないんかなと思って。オッケー。ああ。そうですね。だからなんかタスクの順番のおかしさでなんかめっちゃ腕かしてたんですよね。なるほど。俺あの時などんなことだった。あ、停電直しにことして直ったから戻ったんだ。まあでも実践ではなんか行動が怪しくてもキルが絶対できないからな。そう、キルが絶対できないから。さんが人外だからおもろすぎる。タスク勝利の条件ですね。僕が人外。